こんにちは皆さん。先週1週間更新をしなくって、ちょっと友達のお家のバージニアに遊びに行ってたのでビデオを撮る機会がなかったんですけど、まあ、これからまた更新して頑張っていきますね。で、今日のビデオなんですけど、私も作るのを楽しみにしていたアイメイクについてお話ししようと思います。で、わかりやすく何番に分けてやっていこうと思いますね。一つ目、必要なもの、欠かせないもの、アイシャドウベースです。で、アイシャドウベースって言ったり、アイシャドウプライマーって言ったり、まあ、するんですけど、何かっていうと、アイシャドウの前にまぶたの上にのせるものですね。アイシャドウベースがあるとないじゃ、アイシャドウの発色と持ちも全然違います。アイシャドウベースをすることによって、アイシャドウがそのベースにくっつきますよね。そうすると発色も良くなるし長持ちもします。だから1日経って顔を見た時にアイシャドウが薄くなってるとか落ちてきてるっていうことがアイシャドウベースをのせた時はないんですね。だから私は必ずアイシャドウベースは使ってます。で、物によっていろいろタイプが違うんですけど、私が持ってるのをちょっと紹介しますね。私が持っているアイシャドウベースはこの3種類で、これから説明すると、これはいつも使っている MAC のペイントポット、カラーがペイントリーです。ペースト状になっていて、見えますか、このペーストがすごいアイシャドウがなんつうのかな、こうくっつくんですね。すごいこのペーストのクリームを目の上にのせてアイシャドウをのせることによって、そのアイシャドウがものすごくこのペースト状にくっつきます。だから私は結構他のアイシャドウプライマーって売られてるものよりかこれが好きですね。それで他の YouTube ガールの子とかのビデオを見てみると、結構この MAC のペイントポットのペイントリーを使ってる子が結構多いです。だからおすすめ、すごくおすすめします。私はマックに言ってますよ。もう一つがこれはロラックのアイプライマーなんですけど、このアイシャドウパレットを買った時に一緒についてきたやつです。これはこっちはペーストで、こっちはなんかリキッドっていうかこういう感じです。で、最後にこれはトゥーフェイスのアイシャドウプライマーなんですけど、これはグリッター用のアイシャドウプライマーです。だからまあ普通のアイシャドウのプライマーとしても使えるんですけど、グリッター用に優れてます。で、そのグリッターっていうのが NYX のこういった感じのなんだろう、こういうコンテナーに入っているグリッター、こういう感じになってる、こういう感じで入ってるグリッター、もう粉状態のやつ、これっていきなり目の上に乗せたところで落ちますよね。だけどこのグリッターのね、グリッターグルーって言うんですけど、これを乗せてからこれ乗せることによって本当に何だろう、くっついてくれます。そうだから、こういった感じのグリッター使う時は私はこのトゥーフェイスのグリッターグルーを使ってます。2つ目がアイメイクが先かベースメイクが先かっていう話なんですけど、私はアイメイクを先にすることが多いです。で、その理由がアイメイクするときっていろいろアイシャドウとかのせるじゃないですか。で、そうするとその粉がこう落ちますよね。特にドラマティックな感じのスモーキーアイするときとか、濃い感じのカラーのアイシャドウを使うときっていうのは特にこう使った後にここに粉が落ちるじゃないですか。で、ファンデーションをやった後にこの上に乗っちゃうと結局ファンデーションをこう拭くときにね、ファンデーションも拭かなきゃいけなくなっちゃったりとか、またその後乗せなきゃとか、そういうめんどくさいことになるので、私は眉毛一番先に描いて、で、それでアイメイク終わらせてから顔に行くことがほとんどです。だけど
顔先にやることもあって、顔先にやるときっていうのはだいたい目をナチュラル系にするとき、薄いカラーのナチュラルカラー、例えばベージュだけとか、そういうときとかつけまつげだけとか、そういうとき目そこまで派手にしないときは、あのファンデーションバーって先にやっちゃって、でその後に目ちょちょちょっとやって、でそれで終わりっていう感じですね。で、あのメイクアップアーティストさんとかはそのファンデーション全部終わらせて目やるときに、ここにルーズイングパウダーをのせて、あのこう粉が、あのアイシャドウの粉が落ちてもこのルーズイングパウダーがキャッチするから、結局全部お化粧終わった後にそのルーズイングパウダーだけパーッと取れば、まあここのファンデーションに落ちないとか、まあいろいろあるけど、まあ、そうやってね、プロジェクト使うよりかは、コストも安いしね、そうやってルーズイングパウダーとかも使わなくていいし、目を先にお化粧するときはだから、うん、私は目を先にお化粧することがほとんどです。はい、そっちの方がなんかね簡単な気もする。3番目なんですけど、3番目アイシャドウののせ方です。で、基本的な部分っていうのをちょっと紹介しますね。まず一つ目が、ハイライトカラーとか、あとアイボーンとか言うんですけど、この眉毛の下、ここありますね、ここは色をのせるところです。まあここは大体、まあ、そのハイライトカラーとかをホワイトとか、まあ、たまにゴールドとか乗せる人もいると思うんですけど、ここが一つ目で、二つ目っていうのが私がよく言うクリースカラーっていうんですけど、それがここですね。どうやってクリースっていう部分を見つけたらいいのっていう話なんですけど、クリースって日本語で言うとシワとかヒダっていう意味なんですね。でそれって要は目のクリースってどこかっていうと、この二重の線のここなんです。ここね、私たちアジア人とか、まあ人によって目の形は全然違うけど、ここのね、この線に合わせて色をのせたりとかってやっていくと、結局ここ狭いんですよね。でしょ。で外国人さんが言うクリースっていうのは、彼女たちは目のくぼみがこの眉毛の骨、ここありますよね、ここと目の玉の間、ここです。ここに彼女たちはクリースがあるんですね。だからそう、彼女たちはここに色をのせるんですけど、私たちってまあここ線ここじゃないですか。もっと目の奥行きを深く見せたいとか、外人さんみたいなお化粧したいっていう時は、ここ眉の骨ね、ここ骨ありますね。でここ、これ目ん玉ですね。でこの眉の骨と目ん玉の間、ここって誰でもありますから、人への人でも奥舞台でも誰でもあるから、ここ見つけてここに色のせてください。ここがまあ呼ばれるクリース、ここはクリースカラーって言いますね。 OK。 3つ目っていうのがこのまぶたの内側、ここ全体ですね。だいたい結構あれかな、日本人の人だとこのまぶたの上だけパーッと薄いカラーのせて終わりっていう人がほとんどかもしれないんですけど、まあ、この、まあ、アイホール全体、ここです。これまぶたの、これ3つ目ね。でこれ英語でアイホールとかアイリドとか、アイリドとか言います。そうで4つ目なんですけど、4つ目がここですね。このこの目尻のところ、でここは人によって V コーナーとかアウトオブクリースとか言うんですけど、まあ、ここです、ここね。でだいたいここは濃い色をのせるのが多いかな、すごい濃いブラウン使ったりとか、ブラックとか、そうで使う感じが多いかな。でクリースカラーのここのカラー、どういう感じの色味をのせたら一番いいのって思うと思うんですけど、基本ワームカラーです。でワームカラーって暖かい色っていうことなんですけど、まあ例えばこのパレットで言うとワームカラーってこれとかこことか
この2つで、あと下の方だとまあそうだな、まあ、ここら辺とか、まあ、これとかかな。このこっちの方行っちゃうと濃くなってるんで、そのまあこの手前の真ん中あたりのカラー、こういった感じのワームカラーをのせるといいです。でマックのアイシャドウで一番いいクリースカラーっていうのが、この2色です。でこっちがバンブーっていうカラーで、こっちがソフトブラウンです。でこうすごい、なんていうのかな、ちょっとしか色変わんないじゃんって思うかもしれないんですけど、のせると全然違いますよ。どのカラーとでもマッチするカラーたちです。だからベストフレンドみたいな感じのカラーで、アイシャドウってグラデーション綺麗に作りたいじゃないですか。これはその役目をすごくしてくれるんですよね。そのグラデーションの、しかも終わりのあたりのカラーをちゃんと発色してくれます。だからこの MAC の、バンブーとソフトブラウンは、まあ、ベストフレンドカラーとして持っとくといいと思います。で、まあ、このパレットで言うとクリースカラーってどれってなると、まあ、これかな、この中間のカラー、そうこれとか、そうですね、このパレットで言うと、まあ、こういうピンクとかでもいいし、まあ、ここら辺とか、うんっていう感じかな。例えばブルー、全体的にすごくブルーな感じのアイシャドウにしたいとかいうときは、薄い感じのブルーをクリスカラーに使うといいですね。ピンクとかも同様で、パープルとかもそう、グリーンとかも、そのちょっと薄くなった感じのをここにのせるだけでアイシャドウの見た目全然変わってきますからね。それでクリスカラーはマットなカラーがいいのか、しま入りのカラーがいいのかっていう話なんですけど、どっちでも使えますよ。でも私が気をつけてることは、ここをクリースを例えばマットなカラーを使うときは、この下もマットを使うし、シマーも使えます。 OK。 でもこのクリースカラーにシマ入りのカラー使うときっていうのは、下の方もシマーにすることが多いかな。っていうのも、ここのまぶたにすごくマットなカラー使ってて、上にシマー、ここだけシマ入りのカラーを入れると、なんか私的にはマッチするならいいんだけど、結構あれかな、合わないの方が多いんじゃないかなと思うから、ここ下マットにするときは、ここ上もマットにします。マットのカラーを使ってます。ただ下シマ入りのカラーを使うときは、上はシマでもいいし、マットでもいいし、そんな感じでシマとマットを使い分けてます。で次4つ目がブレンディングについてです。でブレンディングって混ぜるっていうことなんですけど、ブレンディングってとっても大事です。ちょっとこれから見せますね。いい、ここにこうやってのせすじゃないですか。でブレンドしないとこういう感じなんですよ。すっごく汚いでしょ。でこれすごく汚いから、これをブレンドします。見ててね。はい、ブレンドしました。ブレンドしました。わかりますか。そう、これ馴染んだでしょ。結構そのアイシャドウをそのままのせてブレンドもしないでのせたままっていう人見るけど、
それは見た目がすごく良くないんですね。だから必ず必ずこういった感じのブレンディングブラシで、その終わりあたり、ここね、ここら辺とかをブレンドする。そう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 、ブレンドってとっても大事なんで。それでじゃあ今度こっち見せますね。例えばこうやってこうパレットからアイシャドウ取りますよね。でタップしないでこのまま目にのせるとするじゃないですか。わかる？これこういう感じになりますよね。でタップがどれだけ大事かっていうと、こういうことになるんです。 OK？ だからアイシャドウとか、まあ、チークとかもそうだけど、全部ねパウダー系のものをブラシで取った時はこうやってタップしてエクストラな粉を落とします。でそうするとこのアイシャドウの仕上がりも全然違くなるし、ブレンドもすごいしやすくなります。エクストラの粉をのせることによってね、すごく汚くなっちゃうんですよね。でこうなっちゃったでしょ。でこれは粉も落としてないしブレンドもしてない状態です。たまにいますよね、こういう人。でこれダメだからこれブレンドしますよ。でブレンドする時っていうのも、今クリースカラーとしてこのままめちゃくちゃ濃いのを入れてるんですけど、分かりやすく濃いのを入れました。でブレンドする時ってブラシをねこういう風に近くで持つよりかはちょっと遠めに持って、でこう右から左にこういう感じ、たまにこうさ丸を描くように、分かります？こうやったりとかして、でブレンドしていきます。そう、ちょっとかなり濃くなっちゃったけど、そうで、ブレンドってこういった感じのブレンディングブラシじゃなくても普通のフラットのでもできるんですけど、明らかにやりやすいのはこっちのブレンディングブラシですね。ちょっと目を落としましたよ。で5個目なんですけど、つけまつげについてです。で私が20歳入った頃ぐらいに一時期もうつけまつげやめようと思ってやめた時期があったんですね。でつけまつげじゃなくってまつげエクステに移行しようっていうことにして、でまつげエクステずっとしてたんですけど、結局地まつげが抜けちゃったんです、いっぱい。でこのままこのまま続けたらまつげなくなっちゃう、大変なことになると思って、でつけまつげはとりあえずその時やめたんですけど、やっぱり自分のまつげだけだと私の場合ボリュームが足りないんですね。マスカラをいっぱいつけるのもあんまり好きじゃないので、だからまあつけまつげをまた実行したんです。で私が思ったのは、こうつけまつげは若い子のものって思ってる人が多いと思うんですけど、つけまつげってお化粧の一部なんですよね。うん、だから例えばなんだろう、私は別に30代とか40代の方がつけまつげつけててもうわっとか思わないんですよ。っていうのもそれがお化粧の一部であって、アイシャドウのせてるのとかと同じような気持ちで私は見るから。だしまあね、テレビ出てる人っていうのは大体みんなそうやってつけまつげつけたりとかしてるじゃないですか。まあテレビに出るからこそお化粧濃くしてね、もっとこう目を顔をはっきりさせるっていうつもりでもあると思うんだけど、でも私は全然年が来ようともつけまつげってそのままお化粧の一部だと思ってるから全然いいと思います。つけまつげつけるのって、私はそうですよね、お化粧するときって大体つけまつげつけてます、今でも。でそんな時間ないとか思うかもしれないけど、私はその時間を作ってつけてます。はい。でこうつけまつげするとすごいやりすぎな感じになっちゃうんだよなとかいう人がいるときは、例えばね、つけまつげを半分カットしてこうやってつけまつげあるじゃないですか。したらここの
ここ半分カットして、でこの目尻だけにつけるとかね。目尻だけのつけまつげも売ってますよね。で目尻だけつけるのってすごい可愛いから、あのナチュラルに見えるのにもかかわらず、ま、このまつげ この目尻だけふわって長くってすごい可愛いし、だけどあのやりすぎな感じに見えないから、そのつけまつげつけるのに抵抗ある人とかは、あのその目尻のところだけのつけまつげつけるとか、あとこう一粒の束で売ってたりしますよね。粒々の、わかる？こうわかりますか？このすごいちっちゃいのでこう何個かこう売ってるのありますよね。それでちょっと部分だけ足すとか、まあ手間かかるけどね、まあ、そういう感じでこうつけまつげは若い子がするものっていう風に考えないでください。私はそうじゃないと思うので、うん、まあアイメイクについてはそんな感じかな。皆さん私の説明でよく分かってくれたらいいんだけど、もし質問とかあったらどうぞ下の方に書いてください。でもちろんビデオ気に入ってくれたらライク押してくださいね。じゃあまた次のビデオで会いましょう。バイ。